さて突然だが我がエフラン帝国でも、初の過去電子が実施された。わしの仕事が増えるのは憂鬱だが、これも帝国全土の英才を進化の列に加えるため。続いてはまずお前らに、この電子の回答の中から不備のあるものを弾き出してほしい。いいんですかそれ。電子って皇帝自らが採点するから意味あるんでしょ？だよねー。女官が採点やっちゃったらさすがにまずいんじゃないですか？それに確か電子って、基本的には不合格者は出さないんじゃ。それは中国王朝の話だろう？所詮は我がエフラン大学、じゃなかったエフラン帝国の受験者。とんでもない意見やら珍回答やら、アホみたいな間違いが山ほど出てくるのは目に見えとるわ。うわぁ。どうどう？わかりました。じゃあ、明確な誤答だけ入り分けていけばいいんですね。うむ、そういうことだ。じゃあ頼んだぞ。わしは一件を済ませてくるからな。やれやれ、大学教員、じゃなかった校庭も大変だね。さて、どんな問題なのかなっと？我が国の防衛体制について意見を述べなさい。だって、なんかすごい軽いノリだね。回答は？ああ、これはダメね。こういう問題はみんなで考えるのが大切だと思いました。こういう問題を考えることができて、よかったと思います。今後、もっと調べてみたいと思います。だって。小学生の作文テンプレかい？まったく、最近のエフラン大生、じゃなかった、科挙受験生ときたら。まあとにかく、こういうのを入り分けておけばいいのよね。よかったと思います。調べてみたいと思います。はいはいっと。あれ？これは？どうかした？この三人の回答。なんだか文面が似すぎてる。同じような言い回しが同じように出てくるの。どういう感じ？敵国の脅威が燎原の火のように広がっている。我が国の将兵の怠慢は、まるで末期の癌細胞のようだ。こうした精神の荒廃が、定説たるべき我が国の腐女子の間にも。だって、こんな回りくどいフレーズが、自然に三人一致するなんてありえないわ。確かに、誰が書いたかもう頭に思い浮かぶけど。その一人の文面を後の二人が近くで盗み見たか、最初から三人が同じカンペを一緒に用意していたのか。それだけじゃないわ、これはきっと。きっと、何？きっと、愛、これは、愛だわ。え？見て、一番きちんと書かれてる一人の回答文に対して、もう一人の文はほぼ同じだけど。一番字の汚い最後の一人は、ところどころ字も間違ってるしなんだか文章もおかしくなってる。確かに、脅威が五上限の火のように、定説たるべき我が国の腐女子の間にも。って、なんだこりゃ。最後は、僕もそのうち五上限の現地に調べに行ってみたいです。とかなんかもう、意味不明に小学生テンプレで締めちゃってるし。でも、だからって、なんで愛とか？第一の人物と第二の人物の能力は、きっと同程度なのね。だから二人はお互いを尊敬し、対等の恋人同士として認め合ってる。でも第三の人物は明らかに一段を取ってて、だから二人に憧れながらもその間に入っていけないんだわ。おいおい。とにかく急いで大帝にご報告しないと、エフラン帝国初の電子が、受験生同士の凄惨な地上のもつれに発展してしまうかもしれないわ。急ぎましょうアリナ、事件は現場で起こってるのよ。ちょっと、マリナ、ステイ、待ちなさいって、妄想暴走させすぎ。あんたどうしちゃったのよー。何の騒ぎだ、こや？ラブ刺激あるある。ストーリーや本題と関係なく、突然ヘッポコな推理劇が始まることがある。さて前回は、幻想が食へ向かう逃避行の途上の馬鹿いで楊一族が怒った兵士たちに殺され、楊貴妃も亡くなったんだったわね。その後、幻想は食へ避難し、皇太子李昂は安禄山征伐のため、幻想と別れて北上した。おー、皇太子やるわね。
ところでこの人の名前、李強って書いて李強って読むのね。李強かと思ってた。私も、難しいよねー。でも、ドラマでは李強になってたから読みはどっちでもいいみたいだけどね。紛らわしいだろう。歴史研究者はこんな固有名詞をどんどん頭に入れなきゃならんのだぞ。歳を取ったら、お前ら学生の名前まで記憶できなくても仕方ないだろう。でもこの動画シリーズもそろそろ40回を超えるんですよ。そうですよ。それで私たちの名前も覚えられず区別もつかないってやっぱりそれは年齢のせいでボケが進行。皆まで言うな。ま、お前らも間違いには気をつけろ。ところで、戦いには勝利した安禄山の方も、そうやすやすと党の支配を覆すことはできなかった。南下した先の各地では抵抗集団が組織され、苦戦している。レジスタンスか。まあ、抵抗しないと略奪されるもんね。顔真系が有名だわね。この人は科挙合格者なんだけど、両国中に疎んじられ、平原大衆に左遷されている。顔真系は、安禄山が乱を起こすことを予想しており、城壁の修理や堀の整備、食料の準備などを密かに行っていた。乱が起きて安禄山が南下すると、定山軍大衆を務めていた属系の顔光系と共に義兵を挙げた。元宗は喜んだ。彼らは今でも中国屈指の中心として有名ね。顔光系の方は獅子名に潰され、捕まって洛陽の安禄山の元に連行された。彼は手足を断ち切られるという幼稚系に処されながら、安禄山を罵り続けた。我は代々党の臣下であり、常に忠義を守ってきた。汝は元英雄の一木溶血となるのみ、天使の恩寵を受けながら謀反するとは何事だ。ああ、だから忠臣なのか。でもなんか幻想も都合いいわねえ。両国中を強要して忠臣たちを左遷したくせにさあ。まあ、そうだな。どの時代にも犠牲という存在は現れる。ここでの忠臣は軍人と言われる庶民の地主層で、彼らにとっては先祖代々の土地、農地や墳墓こそが重要だった。それらを守るためならば自衛組織も作り、レジスタンスだって問わない。炎王朝を信用しなかった彼らと顔真系は手を結び、犠牲という大義名分を与えたわけだ。一方、皇太子一行は釈放節度使の駐屯所である霊部に到着した。李光は側近である宦官の李保国の権限を入れ、自ら皇帝に即位、取得と改元した。幻想の要衝を得ていなかったが、自後承諾せざるを得なかった。こうして幻想は退場皇になり、祝宗が即位した。やったー。よかった。祝宗おめでとう。なんでそんなに祝福してるんだ。いやー、だって幻想の時代長すぎたと思いません。もう最後の方は老害としか思えなかったし。もっと早くに上位して楊貴妃とイチャイチャしてればよかったんですよ。それに前々回から聞いてると、祝宗は老害に悩まされっぱなしのかわいそうな皇太子じゃないですか。老害親父と違って浮ついてないし、真面目なところも好感持てます。確かに祝宗と大宗って、バブル世代の後のゆとり悟り世代みたいだよな。そういえば祝宗、友達の候補名とか王中氏とかも宮廷の陰謀で殺されちゃってるのよね。太子妃とも離婚させられてるし、かわいそう。苦労人だよな。ドラマでも、いつも宮廷の陰謀の中に置かれて気を抜けない感じの疑り深い、厳しい親父だったな。皇太子って決まってても、いつ廃されるかわからないものねー。祝宗は幻想の三男で、母は楊貴妃。母の位はそんなに高くないけど、この養子は隋王室の子孫にあたる。あ、そうなんだ。楊貴妃や楊国中の一族と違うのは知ってたけど。即位時、祝宗は45歳くらいね。以前も言った通り、幻想の侍従、宦官の高力士の推薦で皇太子になっている。さらに、宦官の李保国の勧めで皇帝の座についている。それはつまり。そういえば、最近宦官の話が多いよね。東大後半の情勢につながる、重要な伏線だな。兄である皇太子李鋭が武家一人林保の謀略によって廃され、皇太子を含めた兄三人が死を賜っている。父幻想が一日で三人もの自分の息子の命を奪ったという事実。祝宗は常にこのことに怯えて暮らしていたのよ。ではまず、その祝宗李光の後宮から見ていきましょうか。
まずは大使費だった石。以前解説した通り候補異名が大使費の兄、意見とも仲良しで、夜遊びしていたことをリリンポが突き止めた。候補異名と意見が大使離婚を立てて謀反を起こそうとした、と布告したため離婚は石と離婚せざるを得なくなった。大使費は離婚され、宮殿内の寺で出家することになった。ちなみに、お兄さんの意見は公愛からの租税の運輸を行い、毎年朝廷の蔵を物資で満たした。運河の工事を行い、玄宗が望春楼から見ている中で、数百艘の船に各軍の特産品を運輸させて観覧式を行った。租税を取られる民からは恨みの声も上がったが、有能な人物で、玄宗の覚えもめでたかった。楊貴妃が雷鬼を食べられたのはこの人のおかげなのよね。それで、リリンポの嫉妬を買ったのかそういえば、大宴の会で高愛地方を巡る攻防は激しかったよね。出家した大使妃は公平王リスクのお母さんだよね。ドラマで見た。違うわよ。義理のお母さんだってドラマでもちゃんと言ってたわよ。そうだっけ？ドラマはいろいろ端折ってる部分があって注意が必要です。特に話の都合上混同されやすいのはリリンポと楊国忠です。悪大官ということで、一人の人物に集約されることが多いですね。後の大僧、リスクのお母さんは御師だった。ところで、祝僧の高級を見て何か気づかない？何って？あれ？なんか求人が多い。ドラマでも出てた、賢寧王李旦のお母さんってただの救助なの？高僧の高級にも王子を産んだ救助はいたけど、高級の身分制度が厳しくなって差別がひどかったよね。それどころか、大僧のお母さんも身分の低い救助よ。おお。そっか、オスマン帝国解説の時に大帝が言ってましたよね。党の後半でも、身分の低い救助が生んだ皇帝が出るようになるって。まあ、不足点のせいなんだが、皇后を立てると皇后に取り入ろうとする関心が出てきたり、外籍の問題とかいろいろ出てくるだろ。オスマンの場合と同じように、皇帝の権限が拡大して、臣下の令状を埋め取る必要がないってのもあるかもしれませんね。そうだな。確かに元宗の時に皇帝の権力は拡大した。その後の時代も、党自体は勢力が落ちていくのに朝廷内での帝権は強固になるというねじれが見られるんだよ。そしてこれからは宦官が権力を持つが、宦官は外戚になれないからな。結局東王朝全体を見ると、300年のうち正式に皇后がいたのは72年しかない。つまり4分の3以上は皇后がいないことになる。え、そんなもんですか？不足点だけで23年と、全体の3分の1を占めるから長いように見えるだけだ。御師も大僧のお母さんということで皇后の位を追贈されるけど、生前皇后になったわけではないわね。御師の祖父、高祖父は賢霊で、お父さんが何かの罪を犯して、御師も液体に入れられたという。え、するとつまり、官主か。玄宗が三男李光の屋敷を訪れた際、李光が使っていた衣服や道具が非常に質素で、中にはお掃除する女中や歌を聴かせる遊女もいないのを見て、高力士に命じて宮殿の求人を選んで与えた。御師はその中の一人だった。美人で性格もつつましく、李光に寵愛された。長男のリスクとは性交種を産んで、18歳の若さで亡くなってしまった。あらら。石はリスクの本当の母親ではないんだけど、義理の母親だというなら意味は通らなくもないわね。それから、長皇后。大帝もさっき言ったように、この時代になると生前に建てられた皇后は珍しい。へえ、でも祝僧は皇后建ててるのね。大使妃が廃された後は、両帝だった長子がもっぱら寵愛を独占していた。長子は元宗が職に逃れて祝僧と別れた際も、祝僧の方に同行している。この時、四川へ落ち延びた元宗に従った兵は1300。対して祝僧について霊部へ向かった兵は100に満たなかったというから、かなり危険を伴う旅路ね。作法節度使の駐屯所である霊部に同行して、迫る敵から夫を守ろうとした。つまり、苦しい時を共に過ごした仲なのよ。おお。霊部に到着すると、長子は出産し、3日後には起きて武士の服を縫った。祝僧は、産後に無理をするのはタブーだがなぜこんなことをするのかと尋ねると、長子は自分のことを気にしている場合ではない？
まずあなたのことを考えなければならないと言った。なるほど。間はね。でも、中層と位高号もそんなんだったような。祝僧が調子を高号に据えたのは、自分に尽くしてくれた彼女への恩賞とも言える。そういや、幻想の方はどうしたのよ。食地方に逃げたのよね。食地方は現在の四川省ね。彼らが四川へ逃げた理由は楊国忠に勧められたから、というのもあるけど、自然の要害があり、守りやすく攻めにくい土地だったという理由がある。しかも農産物が豊富なので、少なくとも多くの人が四川に行っても飢えることはないという、ちゃんとした戦略に基づいている。へえ。これ以降も何度か唐の皇帝は、西へ、四川へと逃亡するぞ。祝僧はウイグルの活禄河岸に援軍を求めた。この人が霊王別記に出てくるウイグル河岸だわね。おーおー、ウイグル河岸来たー。本当に王って、ワイルドさん好きだよな。でも、ウイグルと手を組むなんて祝僧もなかなかやるわねー。まず、大燕側の芦名昌慶が突厥動羅牧骨軍の5000騎を率いて長安から北へ進軍し、僧のいた霊部を襲撃したが、活禄河岸率いるウイグル軍と唐の郭子儀軍は合流し、芦名昌慶軍を撃破した。さらにアッパース町からも4000のアラブ兵が東軍に加わっている。活禄河岸はヤブグ大使と将軍提督ら、3000から4000騎を東燕軍としてよこしてくれた。祝僧は喜び、公平を利宿に命じてヤブグ大使と兄弟の契りを交わした。唐、ウイグル帝国連合軍は15万の軍勢となり、利宿を総帥とし、ボッコカヨン、郭子儀らを司令官として退去して長安に迫った。ウイグル軍が長安を背後から襲撃して大燕軍は敗走した。長安奪還は成功し、さらに1ヶ月後には洛陽を取り返した。大敗の報告を聞いた安慶所は洛陽より敗走した。おーおー、大僧 VS 安慶の対決だ。こうして、東王朝は首都長安を取り戻し、大上皇となった玄宗も四川から帰還した。それで話を戻すと、皇后に収まった長子は政治的野心を持っていた。宦官の李保国と結託して皇宮の権力を握り、政務に干渉した。あら、やっぱりそうなるのか。李保国って、祝僧に即位するよう進めた宦官だったよね。どういう人なの？やっぱり悪の宦官。李保国は元は高力士の元で働いていた。それから、皇太子李光の侍従となった。馬界に逃亡した際には皇太子に楊国忠の殺害を進言している。祝僧が即位すると、その功績から元帥府公軍芝に任じられ、平家を掌握した。平家を掌握って、宦官が元帥になる時代になったの？高力士という前例があるからな。元宗が上皇として長安に帰還した時、李保国は軍隊を持って元宗を捕らえようとした。その時高力士は李保国を叱り飛ばしてその危機を救ったが、陥れられて不襲に流された。高力士にとっては、かつての部下というか弟子のような関係よね。叱り飛ばして。お前はわしと元宗皇帝の恩を忘れたのか。ってな感じかしら。さすがセバスチャン。やるわね。でも、高力士と元宗は離されてしまった。長皇后と李保国は元宗皇帝の復位を恐れて冷遇し、太極宮の西に移した。祝僧は不快感を覚えたが、介入しなかった。あ、それは、いいんじゃないのもう。二号が元宗に冷たい。でも長皇后って言うと、ドラマの中では不妊に悩んでて、ヒロインの友達のジョイさんに相談して治療してたと思うんだけど、家系図見ると二人も王子いるのね。だいたいさっき、霊部で出産したって言ってなかった？ところが、これらの王子は二人とも幼い時に亡くなっている。霊部で出産したのは多分第二子ね。一年経たずに養成している。あらら。辛いわね。李保国と同様、賢明王李旦もまた、混乱時に党を立て直した功労者だった。おお、李旦か。霊王別記では、大僧と仲のいい弟だよね。李旦って、直情的で怒りっぽくてそのせいで御用林地も離れていっちゃって、身を滅ぼすことになっちゃうけどなんか憎めないわ。腹芸が使えない、ドロドロ宮廷劇の中の癒しキャラだな。職に向かう途中、民衆がパニックに陥っているのを見た李旦は、父である皇太子李光に、
兵を集めて反乱軍への抵抗を指揮するように進言した。それで100人ほどの兵でレイブへ北上することになった。北へ向かう途中、リタンは騎兵を率いて先頭に立って戦った。ここから東軍の反撃が始まるのよ。おお。リタンは高潔な人物で、李保国と張高翁の罪を繰り返し粛清に暴露した。張高翁の罪か。ドラマでは獅子名と貫通して子供も受けてたり、リタンの妃をさらったりとか色々ラスボスらしいことしてたけど、実際の歴史ではどんな罪なの？そこがいまいちわからないわね。まあ、ママ母と宦官が権力を握っているのが気に入らなくて、対立していたのは間違いないわね。李保国と張高翁は、リタンが兄であり皇太子である公平王李粛を殺害しようとしたと断言した。粛清はその断言を聞き入れてリタンに自害を命じた。やっぱり悲劇的な最後を迎えるのね。奥さんの母用リンチかわいそう。母用リンチは実在しません。マジか。なんかすごくそれっぽい名前ついてんだけど。李粛はリタンが無罪だったと、後々まで何度も主張し、粛清は激しく後悔した。彼もまた、皇后の言うことを聞いて自分の息子を殺すという、父の幻想と同じことをやってしまったのよ。わあ、粛清、やらかしちゃった。今まで真面目に生きてきたのに。やっぱり、皇后は立てない方がいいのかね。どうでしょうね。でも、武系妃は皇后じゃなかったですよ。その後、大宋の時代になると、李旦には昭天皇帝の死後が贈られ、恭親皇主の娘、長子と冥婚している。長子にも恭順皇后の死後が贈られた。冥婚。未婚のまま死んだ人物を悼んで、死後に結婚させてあげる儀礼ね。現代でも台湾なんかでは時々話題になるけど、もちろん中国史上で見られる。つまり李旦は結婚してなかったのね。幻想は半ば軟禁状態で余生を送り、77歳で崩御した。武系にされていた高力士は恩赦により長安へ帰還する途中、幻想の死を知って同国し、吐血死したという。セバスチャーン。高力士って、幻想皇帝と私、みたいなタイトルで執事の物語になりそうよね。いいわねそれ、泣ける。セバスチャンやめー。しかし吐血とは、なんとも中国ドラマ的な死に方だな。しかし粛清も病に倒れてしまう。あら。粛清が渋滞に陥ると張高翁は、皇太子の李粛と李保国を殺害して、越王李慶を擁立しようと企てた。え、今度は張高翁 VS 李保国なの？李慶も元帥に任じられて戦地で戦っていた、粛清の王子ね。李慶もドラマに出てたね。皇后は自分の子がいないから、李慶の後ろ盾になったんだな。李慶も張高翁に応えて200人の士兵を集めた。しかし李保国は事前に計画を掴んでいた。先手を打った李保国に李慶は殺された。張高翁は廃位されて幽閉され、やがて殺害された。マジで？宦官が皇后を幽閉して殺害？なんか宦官強くね？ここで伏線回収だ。高力士の事例でわかっていると思うが、宦官だからって弱々しいわけじゃない。そいつが粛清の即位に介入し、軍事権まで持ってしまえばこうなっていくのも当然だろう。粛清は幻想が死去した13日後に、安史の乱の終結を見ずに52歳で死去した。こうして、宦官李保国に擁立されて皇太子李粛が即位した。彼が大宋ね。お父さんの粛清ともども、バブリージーさんの後始末で大変だ。それではまた次回。